ばんは。今日は髪の毛をやっております。メイクさんがやってくれました。こんばんは。イエイ。こんばんは。やっほー、こんばんは。なんかもうメイク落ちすぎて、もうでも直す気にもなれないからいいや。まあいいや。こんばんは。さっきはインスタの質問箱を返しておりました。いつもギリギリにしちゃうから今日は早めに返した。そう、私いつもギリギリ攻めちゃう人間なので今日は早めに返したよ。こんばんは。やっほー。ちょっと待ってね。なんだっけ、そう、ギフト読みたいと思います。ありがとう、バラ10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あとはハート10個たくさんありがとうございます。ありがとう、ハート。ありがとうございます。もうなんかね、巻きが取れすぎてもはやなんていう髪型かなっていうぐらいなんですけど、本当はこれは巻いてもらってました。本当はね、そう、これ女神っていう髪型の名前らしい。そう、こうやって三つ編みして後ろでこうやってやってやる。これ女神っていうらしいです。メイクさんがやってくれた。これなんだろう、バレンタインのチョコレートみたいなやつ。ありがとうございます。ありがとう。最近チョコレートハマってる。ありがとうございます。ありがとう、チョコレート食べたい。ありがとうございます。こんばんは。これはなんだ、あ、ギリでもいいよ。だってギリでもいいよっていうギフト初めて見ました。ありがとうございます。ありがとう、ギリでもいいよって。悲しいな、ギリでもいいよって。ありがとうございます。最近 iPhone から配信するのにハマってる。ちなみに今日も iPhone。 まあそんな変わんないんですよね、多分 iPad でやる iPad でやるのと iPhone でやるの、まあそんな実質変わんないと思うけど、なんかハマってます。 iPad で、ね、iPhone でやるのにハマってる。こんばんは。あ、やっぱ画質は変わるのかな。やっぱそうだよね、画質は変わるよね。そう、私携帯変えたいんだよね。携帯を変えたくて。ティーンズユニット投票したよ。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。今一番嬉しい言葉。ありがとうございます。棒読みに聞こえるかもしれないけどちゃんと思ってます。ありがとうございます。
明日は公演です、楽しみです、公演ですよ、目かゆい。今日のお仕事はとっても楽しかったです。もう言っていいやつなのかな、でも言ってる人いたから一発で言おうと。こんばんは、アメムロを読みました、コメントしました、ありがとうございます。ぜひ読んでコメントしてください、コメントといいねたくさん待ってます、ありがとうございます。ありがとう。アメブロマジで難しいんですけど、全然使いこなせる気がしないけど、まあ頑張る、ちょっと学ばないといけない。あれは、いや私本当に機械音痴っていうか、なんか分からないものは徹底的に分かんないんですよ。なんか自分で解決しようとしないから、人に聞いたんですけど結局あれなのね。そうだからちょっともうちょっと今度投稿するとき焦らずにゆっくり投稿します。そう、多分焦ってたからああいう風になっちゃった。だから ちゃんと時間があるときにやろうと思います。今度何書こうかな、何書けばいいんだろう。アメブロってやっぱ公式のブログもあるからさ、公式のブログに書けないようなことを書けばいいのか、なんか難しいよね。まあでも URL 貼れるからいいよね、 SNS とかすごいいいよね。写真何枚も貼れたりとか、絵文字使えたりとか、すごい。こんばんは、ちょっと待ってね、いちごありがとうございます。いちご食べたい、義理でもいいよ、ありがとうございます。あとバレンタインのチョコレートありがとうございます、ありがとう、ギフトありがとうございます。本当に今日はちょっと前髪が薄い、今日は前髪が薄め、明日の連絡が来た今。今日はメイクさんにやってもらったんだ髪型、私こんな綺麗にできないよ一人で。そう、今日なんかメイクさんに私の性格めっちゃ当てられた。めっちゃ当てられた、なんかすごい、なんか心理学者かなってぐらい当てられたんだけど、普通にびっくりした。なんかあんまりそのメイクさんにも私こういう性格なんですよとか、まあ、別に言わないじゃないですか人に。なんですけど、なんかゆずきちゃん、なんか急になんかゆずきちゃんってさ、なんか冒険しないよねみたいな言われて、あ、まあ確かに同じ髪型いつもしますよねみたいな言ったら、うん、そうだと思う、やっぱお店とかでも同じものばっかり頼むでしょって言われて、ああそうですって言って、で結構一途なタイプなんじゃないみたいな、いやはいみたいな、いやもう怖くてもうみんなになんか聞かれてたし怖かったんですけどメイクさんがすごいなんかこういう風はこういう風でしょみたいな、すごい言ってくれて、はいそうですみたいな、すごいびっくりした。何でも見抜かれてるわあれは、びっくり。だそんなにメイクさんにいろんなこと話さないんですよ、こういう風なんですよねとか言わないんですけど、すごいなんかコンビニとか同じものばっかり買うんじゃないみたいな言われたり、あとはマックとかスタバとかも同じものばっかり頼む派じゃないみたいな言われて、確かにそうですねみたいな、そう、もう言われるがままにちょっと怖かったすごすぎて何も言えんかったんだけど、すごすぎますね。一途なんだね、いや一途ですよめちゃめちゃ。私はなんかあれなんですよね、結局お iPad の iPad の電源が勝手に入った。なんかね、例えばこの人を好きになりましたってなった時に、あこの人もいいかもって思っても結局戻るみたいな、
わかりますか？だから結局戻ってくるの。そうだから一途なんだねってすごい言われた。なんでわかるんでしょう、髪型を言っただけで。怖い。怖すぎる。誰に一途？例えばなんかモデルさんとか、やっぱいろんな可愛い人ばっかりいるじゃないですか、世の中には。あ、この人も可愛い、この人も可愛い、この人も可愛いって思うんですけど、結局一番最初に好きになった人に戻ってくるみたいな感じ。でも私あんまりこのショートにしてからあんまり髪の毛とか巻かないんですよ。そうストレートばっかりだから、今日もなんかストレートでって言ったら「またストレート？」みたいな言われて、「え、ダメですか？」みたいな。って言ったら、なんかもっと違うのやってみなよみたいな言ってくれて、でメンバーも横にいたんですけど、もっとなんか巻いてみたりしたらいいじゃんみたいな、そう言われて、じゃあ巻きでって言って、そう終わった途端にすごいなんか私の性格すごいめっちゃ言われた。すごすぎてすごいしか出んかったけどね。いやー、びっくりしました。すごすぎでしょ。ちょっと冒険します、ちゃんと。確かに、でももう言われてみればもう図星だわと思って、コンビニも確かに同じものしか買わないし、なんかご飯とかもご飯屋さん行っても大抵決まってるしこれだなみたいな。そう、なんか知ってる味とかを求めるんですよね私。なんか知らない味をわざわざ買おうと思わないみたいな性格なの。なんかそれで失敗するの嫌じゃないですか、もし挑戦して、ああ自分の好みじゃなかったとか思って、じゃあこっちにしとけばよかったなっていう後悔になっちゃう気持ちが嫌なんですよね。そうだからそうしちゃうんです。だから髪型もそう、もし自分が似合わなかったりとかなんか気に食わなかったらどうしようみたいないうタイプなんですよ。だから自分の顔に合わなかったらとかすっごい考えちゃうの。なんか同じ値段で例えば食べたことあるなんか自分が好きな味と全然知らない味だったら絶対食べたなんか味を知ってるものを選んじゃう。そうこういうタイプ、私全部なんか分かられなんか知られてた、メイクさんに。怖いです、とっても。そう、一途です私、とっても一途な人間。そう、そういうタイプなの。そう、私お寿司もそうだと思って、もう考えてみれば全部そうなっていくんですよ。そう怖いよ、結局戻ってきちゃうみたいなね。そう、そういうやつ。とかなんか冒険しないから、もし海外とか行っても日本料理食べてそうって言われた。そう海外の料理食べなさそうだよねみたいな、なんか日本のチェーン店とか行ってそうって言われた。まあ確かにと思っちゃった。確かにと思っちゃった。だって嫌じゃないですか、もし美味しくなかったらとか考えて。だったら安心できる味が良くないですか、なんか。知ってる味が良くないって考えちゃうんですよ。もったいないけど、せっかく来たのに結局なんかどこでも食べれるようなもの選んじゃうみたいな。私ほんとつまらない人間なんだよな多分。つまらなさすぎるわ。そう、安心安全が一番なんよ結局は。自分が知ってるものしか嫌なタイプ。
書タイム、急な。後からあれ食べとけばとか思わないの？ああ、いい質問ですね。それは思うよ。けど例えば期間限定のものとかあるじゃないですか。もうこのここの日にちまでしか食べれませんよっていうものとかあるじゃん。だから一回見た目を見るので、見た目でとりあえず判断するんですよ。あ、これは食べれそうだな、あ、これはちょっと無理かなっていうものを頭の中で判断して、で、じゃあまた今度にしようって思って、また今度来たらもうないよっていうパターン、いつも。そう、そういうパターンです。そう、また今度っていうね、そう、そういう風になっちゃうんですよ。そう、また今度また今度って引き延ばしにしちゃうので、そのまた今度は来ないの。そう、今度は来ないんです。私にとって今度はもうないほとんどないです。もう8割ないです。10割あるとしたら8割ない、本当にっていうぐらい、また今度にしようっていう今度はないです。そう、そういうタイプなのだから、あのセブンのさ、知ってます？セブンの、セブンイレブンのあのミスターチーズケーキってアイスあったの知ってますか？あれも今度パターンでした。売ってるのは知ってて、あ、売ってるじゃんと思って、でも今食べる気分じゃないしみたいな、でまた今度にしようと思って行ったらもうなかったよね。そう、そういうパターン多めなんですよ、私。引き延ばしたせいで食べれなかったみたいなものばっかりなの。そう、そういうのばっかりなんだよね。そう、それで食べ残しじゃない食べ損ねちゃうことが多いんです。そう、そういう、これさ、ここが見えてないとさ、不思議な髪型に見えるね、こうやってやると。そう、今日はね、あのね、平均の SK48 の平均っていうテレビ番組があるんですけども、それの歌唱収録に行ってきました。嬉しい、本当にずっと楽しみにしてたんですよ、これ。そう、連絡が結構前に来てて、楽しかったです、とっても。もう何歌ったかはお楽しみなんですけど、楽しみに。楽しかった、本当にお楽しみに、とっても楽しかったです。見てね、まだいつかわかんないけどまだいつかわかんないけど見てね。でもね、可愛い曲です、私が好きな曲、一回はやってみたいなって思ってた曲です。ミヤマルのモメのユズポめっかわだった。どんな写真だ、え、寝てたやつ、寝てたやつかな。でもね、平均の担当の方に運動神経良かったよねみたいな言われて、あ、まあいい方ですって言ったら、だよね、もう一歩で出れるところだったのにって言われた。そう、なんか平均の運動神経いいみたいなあったじゃないですか、企画。そう、それで、あの、もう結構なんか意見はあったんだけどねみたいな言われた。あとちょっとだったのにってピエンです、あとちょっとだったらしい、あとちょっと票があったら出れてたらしい、あの企画に。ピエン、まるまるメールに出てたの、私、まるまるメール。今日もみやまると帰ったよ、帰ったよ。こんばんは、やっほー。
ギリでもいいよ、ギフトありがとうございます、ありがとう。まあ誰と一緒だったかはまだ言わないでおくわ、まだその人が言ってないかもしれないから、今日歌唱収録だったって。でも言わないでおく、言わないでおきます。そう、聞いてください、私身長伸びてたんだけど、すごくない？7月から 1センチ伸びてた。成長期まだあるかもしれない私。7月だよ、かっこ7月から、これだけ伸びてました。これまだやっぱ希望が見えてるかもしれない、もしかしたら私にもまだチャンスがあるかも。ただまだ正確な数字が分かんないので、ちょっと測りに行きたい。やった、嬉しい。やっぱまだ未来が見えますね。そう、平均の担当の方に隣並びたくないんですけどって言われた。そう、でも私最初ね入った時147センチだったので、今 162.5 だから何センチだ、おそらく6、計算ができないな、13、15センチぐらいかな、伸びました、15センチだって。やばくない、そんな伸びてんだ。最初こんなんだったのにってめっちゃ言われる、いろんな人に最近。そう、結構伸びたんだよ、最初からね大きいわけじゃないの私。だいぶ SK に入って中2か中3あたりでも一気にグーンって伸びたの。毎日成長痛に悩まされ、寝てました、寝てましたじゃない、泣いてました。入った時140代だった、そうです、147センチ。伸びるって当時から思ってた。まあお母さんもお父さんも別にそんなちっちゃくないから、身長は、まあもしかしたら私はちっちゃいかもって思ったけど、信じてはいたかな、心の底で。伸びてくれと思ってたけど、まあこのまま伸びなくてもまあ仕方ないって思う予定でした。ただ伸びてくれたから、まあ良い、良い、良しとします。理想は何センチ？ 165 以上。165以上かな。あとね、2センチぐらいいけるかな？ 2 センチよ。2センチって結構あるからね。2センチだよ。2センチってこれぐらいない？もっとか。これぐらいじゃない？いやー伸びるかなー、あとこんだけ無理な気がする。なんか身長伸びるマッサージとかないのかな。小さい時からモデルになりたかったんですか。あー、いい質問ですね。小さい時は別にそんなモデルなんて思ってなかったし、なんなら SK に受かってなかったら多分チアやってました。チアリーディングのもうなんかすっごい有名な高校とかに行って大学にも行ってみたいなプランを立ててたんですよ、頭の中で。でもいくつだっけな、なんか小学生の時にすごい私大好きだった雑誌があって、その雑誌のを買った時にちょうどなんかオーディションの応募ができる雑誌の回だ、号だったんですよ。でそれでまあなんかモデル、まあ、別にすごいなりたいわけじゃないけど、まあ、いつも読んでるしやってみたらみたいな、そう言われて、まあ、ダメ元っていうかもうノリみたいな感じで受けたんですよ、モデルのオーディションを。でも身長も147なかったし、多分その時140
3とかぐらいだったんですけど、多分1時で多分落ちたんですかね。で書類で落ちて、そこからまあ自分の中ではしょうがないと思ってたけど、そうなんかなりたかったの、すごいモデルに。けど身長ちっちゃいしなと思ってて、ちょっと諦めかけてたけど、まあここまで伸びたし、今はモデルが夢です。そう、その雑誌がね、そうすごい好きだったのよ。めっちゃ読んでたよ。多分ゆずの同い年とかの人だったら読んでる人多いかなっていうぐらい、結構多い。そう、私はすごい好きでした、その雑誌が。そう、毎月買ってたぐらい。買ってましたね、買ってもらってた。毎月月はなんか発売日とかに行って、そう買ってもらってた。小さい頃ってさ、でも雑誌読むよね。私も道読んでたもん。ポップティーンね、ポップティーンは今読んでる今読んでる。身長ってどうしたら伸びるんだろうね。なんか食べ物以外とかで知りたい。まあなんか同じ時間に寝るといいとか聞くけどさ、いや無理なんだよな、それはもう。そうなの、日によってね変わってくるのよ、私寝る時間なんて。でもいつは成長痛が来たらすぐ牛乳飲んでましたそうすぐ牛乳飲んで伸びろって言ってた。早く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 って言って、あのお母さんと妹に足引っ張ってもらってました。足伸びろって言って、もうこうやって引っ張ってもらってました。そう、なんか成長痛って本当に何してても痛いんですよ。特に何も変わんないの。なんか冷やすといいって言われても、なんか冷やしてもなんか結局は痛いんですよね。そうだからどうしたらいいんだろうと思って、そう引っ張ってもらってた。今あんまりしてもらってないけど。そう、なんか寝る時間、なんか寝る時間は関係ないんだけど、毎日同じ時間に寝るといいらしい、どっかで見た。いやでもちょっと無理すぎるな、毎日同じ時間に寝るのは。やばい、すごいお腹空いてきた。明日は公演だよ、劇場公演だよ、見てね、楽しみだ。公演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 、公演公演、見てね見てね。最近よく出てるね。いやそうなんですよね、私なんか毎回、しかもちかさんとかイズリンとか一緒なの、あゆかぴょんとか。そうすごい一緒なんですよ。見てね見てね。明日の見どころ、明日の見どころは私がどこでウインクするか楽しみにしててください。
最近ウィンクするのにハマってるんだ、公演中。見てね。どこでするか分かんないからちゃんと見ててください。見てね。こんばんは。カメラさんとは打ち合わせしてるの？してないです、してないです、してない、してない。あれだよ、なんかカメラ3台ぐらいあるんですよ。正面、右、左、上手、下手にあるんですけど、なんか赤いランプがつくの、自分が映ってるなって時に。で、明らかに自分がこうカメラ向いてて赤いランプついてたら、もうあ、映ってるって分かるんですよ。そう、赤いランプがピカンって光るの、カメラに。そう、その時は映されてますよっていう、そう、合図です。そう、赤いランプがつくの。そう、だからカメラ目線ができるっていうことですよ。手形の額を今日買いました。おー、嬉しい。やった、ぜひ飾ってください。飾ってください、ぜひ。リハーサルの時にカメラの来るタイミングとか確認するの。まあリハーサルもだし、まあリハーサルで全部曲やんないけど、例えばなんか S 押しとかゴナジャンプとかはやること多いから、リハーサルで見たりとか、あと DMM 見たりとかかな。やっぱ DMM 見とけばさ、あ、今ここら辺で映ってるんだなとか、自分が気づいてないところでも分かるから、DMM も見たりする。じゃないとどこで映ってるか分かんないから、これ抜かれてるか分かんないから。全部はやんないですよ、いつも。全部やったら疲れちゃうじゃない。大抵ね、ゴナジャンプから鉄菜の移動と強がり時計、あとはまあ置き時パレはたまにやって、あとなんだろうな、あと凍える前にとか、あとはでもそれぐらいかな。あと S 押し、これぐらい。なんか心配な人とかいればさ、まあその人がやりたいものとかやるけど、特にでもあんまりすごい数はやんないです。リでもいいよ、ありがとうございます、ギフトありがとうございます、ありがとう。もう焼肉食べたい。ちょっとも今焼肉食べたい。今日の朝から食べたいんだよね、焼肉。焼肉食べたい。すっごい焼肉の気分。珍しいでしょ、私いつもお寿司の気分だけど、今日は焼肉の気分なんです。フォーメーション覚えるの大変ですか？あ、立ち位置ってこと？立ち位置はゆず覚えるのすっごい苦手。すっごい時間かかる、立ち位置覚えるのは。振り覚えるよりも苦手なぐらい。
ちいち覚えるの苦手だけど、でもなんか結果楽しいよね。結果楽しい。私焼肉好きなんだよね。ごめんなさい、戻ってきました。マネージャーさんから電話がかかってきました。ごめんなさい。ごめんなさい、私も急すぎてびっくりした。ごめんなさい。止まりましたよね。ごめんなさい、マネージャーさんがから電話かかってきた。すいません。すいませんでした。マネージャーさんから電話かかってきた。びっくりした、びっくりした。あんまり電話かかってこないからびっくりしました。汗ですよ、もうびっくりだよ。なかなかかかってこないもん、マネージャーさんから電話だなんて。汗だから折り返しますって言っといた。とりあえず焼肉食べたい。無理。私はね、あれが好き、名前忘れた。タンとレバーとピンポン。出れないです私、きっとお父さんが出てくれる。タンとレバーと千枚とロースが好き一番。千枚ってさ超美味しくない？私大好きなんだけど、千枚ずっと食べれるんですけど。千枚とさ白米でも一つの料理だと思ってる私は。おう、千枚しか勝たん。千枚美味しいよね。誰出れないのかな。私は出れないんですよね、ごめんなさい。千枚は絶対食べるし、あとね、5月、去年かも、去年の5月、6月、4月、5月、3月、4月、5月、6月ぐらいにおうち焼肉にハマってて、石黒家。それでおうち焼肉するのになんかお肉屋さんで買ったのね、肉を。でも大量に買ってお家で食べてたんですけど、いやもう千枚が美味しすぎて、いや優勝でしたよ、美味しすぎて。お家焼肉っていいよね。まあでも床すごい滑るけど、床はすごい滑るしさ、しばらく焼肉の匂いすごいあるし、まあそれもそれでいいんですけどね、いいんですけどね。そう、すごい残るよね、おうち焼肉。すっごい空気とかさ入れ替えてもさ結局はめっちゃいい部屋の中がすごい残る。だから自分の部屋とかはさしないのに、リビングに行く途中の階段からするもん、匂いが、焼肉の。おおってなる、面白い。千枚に甘辛いタレみたいなのつけて食べるのいいよね。いやいいよね、あのタレが好き、大好き、美味しい。千枚大好き。レバーも好きですよ。レバーは本当にすごい焼くようになりました。タンも好き、ロースも好き。なんか脂っこすぎる肉が好きじゃないんですよ、カルビみたいな。ホルモンとかもそんな好きじゃないけど、ガロースが好き。ユッケは好き、ユッケも大好き、ユッケも好き。タンは熱いのがいい。熱いのも好きだけど薄いのも好きです。どっちも好き、どっちも美味しい。レバーはちゃんと焼かないと。皆さん気をつけてくださいね、レバーちゃんと焼いてくださいね。
ちゃんと焼きましょう。レバーは、レバーをもう焼き切るぐらいがいいんで、焼き切りましょう。いや、なんかホルモンはねホルモンはなんか飲み込むタイミングがわからない。ホルモンに関しては経験者は語る。そう、私の言うことをちゃんと聞いてください。レバーはしっかり焼きましょう。じゃないと痛い目に遭います。お願いします。もう私みたいな目に遭ってほしくないんで、ファンの皆さんにはちゃんと食べ、ちゃんと焼き切って食べてください。もう焼きすぎかなってぐらいがちょうどいいと思った方がいい、本当に。そう、本当ですよこれ。そう、もう焦げてんじゃないぐらいがいいぐらいなんですよ、本当に。そう、本当にって何回言ってんの。そう、焼き切ってください。ちゃんと焼き切りましょう。そう、真っ黒になってもいいの。もうそれだ、それでもいいの。気をつけましょう。経験談なんですが、そのレバーのせいで家族の4人中3人がレバーに負けました。レバーに負けました。なので気をつけましょう。こういう目にあっちゃうんで良くないです。本当にしんどいからやめましょう。気をつけてください。ちゃんと焼肉食べたい。焼肉食べたいよ。焼肉食べたい。こんばんは。やっほー。こんばんは。ユッケも美味しいよね。何でも美味しいんだって焼肉は結局。もう焼肉食べたい。今日初見の方多いんですがありがとうございます。なんかさ、お話ししてる途中に初見の方いてさ、本当に申し訳ないんだけど、ありがとうございます。まだ見てるか分かんないけど、ちゃんと私は分かってますよ。初見の方ありがとう。自己紹介するね。 SK48 チームですね。しぐれずきです。今焼肉が食べたいです。今焼肉が食べたいです。やっぱり牛肉が好きなの。なんか調理法にもよるくないですか。なんかしゃぶしゃぶの牛は好きじゃない、豚の方が好き。なんか豚も好きだよ。生姜焼きとかあるじゃないですか、あれ大好き。だから牛丼より豚丼の方が好き、私は。私牛丼そんなに好きじゃないんだよ。なんかもう私生姜焼きとかさ、1枚あればご飯 2杯ぐらいいける気がするんだけど。めっちゃ美味しくない？生姜焼きって。誰考えたの？あの料理最高。大好き生姜焼き。お父さんが作る生姜焼きマジで美味しいんだよね。また作ってくれないかな。この間久しぶりに食べたんだけど、もう美味しすぎて箸止まんなかった。いや、もう白米食べたい。無理。白米食べたいんですけど。肉じゃがはどっち派？肉じゃがはじゃがいもだけでいい。いや、肉じゃがは本当にじゃがいもだけでもう十分です。じゃがいも好きだから。肉とかはいいや、じゃがいもがいい。人参とかもいらない、じゃがいもがいい。カレーとかもじゃがいもだけでいいや。じゃがいもが好きなの私。ローストビーフ食べてみたい。ローストビーフはねマジで美味しいよ。お父さんが作るローストビーフ、お店かなってなる錯覚。
いやもうえここお店来てるみたいな、なんかもうお金出すレベルのもの出てくるから本当に美味しすぎて本当に食べてみてほしい、機会があれば。いやでも本当に美味しいんですよ、お父さんが作るローストビーフ。そのローストビーフ丼をね、そう一回食べたんですけど美味しすぎてってなった。そう、もうめっちゃ美味しいの。美味しすぎて。ローストビーフ食べたい。お父さんシェフ？石黒家のシェフですよ普段は全然違う職業だけどでもすごいシェフ並みです。いつも美味しいご飯作ってくれる、ありがとう。何時に終わろうかな、なんかね、そのね、マネージャーさんの電話をね、そう一回切っちゃったんですよ。だからちょっとそろそろ終わろうかな。折り返しするって言っちゃったけど、結構時間が経ってしまった。20分になったら終わりますね。ちょっとキリのいい数字で終わりたいから。20分になったら終わる。いやなんかでも料理人になった方がいいんじゃないってぐらい本当になんかもったいないぐらい美味しいんですよ、私のお父さんが作る料理美味しすぎて。でもね、ローストビーフはお父さん曰く作るのは簡単らしい。すごい。ポテチ好きですか？好きだけどポテチのあの本当に食べだしたら止まらなくなるから最近食べてないです。そうポテチのね、そうすごいところはなんか手が止まらないところ。本当に私本当にそれで手止まらなくなっちゃうから最近食べてない。いや食べたいよ、ポテチ好きだもん。そう食べたいんだけど必死に我慢してる、心の中でダメダメって言って、ダメだよここで負けちゃダメだよっていつも言い聞かせてる。そう自分で止められるならいいんだけど、私止められない人間だからさ無理なんだよね。そうそこであやめようって思う気持ちがちゃんと止められる人はいいと思うんですけど、食べてもね。そうけどできないから、それが。私はやっぱ開けたら全部食べちゃうみたいな人なんですよ、私残せないの、今日中に食べちゃうみたいな精神になっちゃうので気をつけて。なんかすごいよね、今日はここもここで終わりにしようみたいなできる人尊敬しちゃう。私だったら無理。明日もちなみに朝からショールームします。明日はか、明日もじゃない、明日は明日は劇場公演なので朝ショールームします。ああまたいる、初見の方ありがとうございます。 SK48 チームメースの石暮月です。もうそろそろ終わっちゃう時間だけどまた来てください。今日はありがとうございました。ちょっと急に終わることになっちゃって申し訳ないんですけど、また明日のショールーム、朝のショールーム見てくださると嬉しいです。ではまた明日、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。